昔一線こう昔かな。一線香で七のまくりがどう出るか。そうですね、七がまくる。さあ、マサさんの予想を見ていきましょう。一、はい、線香して二が中段、七がまくってくる。四七もあるんですね。差しもあって三着が二号。そしてもう一つ、二の先まくりで七が不発になって穴、穴予想あります。二号からの三着一六ですね。もう二頭のラインはもう別々。2号からの16予想もあります。ここはかなり高配当ですね。6レース目は敗者戦での成績を出してみました。勝率3連対率ともに7番の西浦選手が1位です。人気してますもんね。そして直近4ヶ月の勝率、2連対率、3連対率も1位とデータ的には西浦選手が抜けているようです。ではここで注目したいのが勝率で2位、3連対立でも3位に入っています1番の日浦選手です。日浦選手は109期の29歳と唯一の20代です。若い選手なんですね。豊橋競輪では過去20戦して5勝、去年5月には決勝2着もありました。ちなみに験担ぎが鼻を強く噛むことだそうです。危ないね危ないですか。あ、注意事になるねこれそういうことですね。参加でいきましょう。74に5000、1点です。かっこいい感じ。勝負ですね。勝負ですね。さあでは塩地さん。はい、私も74が硬いかなと思って1000ポイント、そして47も折り返しで1000ポイント勝ってます。あとはご覧の通りですね、合計何ポイントですかね。これで4400ポイント勝ってます。結構いきましたねここは。はい、もうそろそろ終盤なので、では佐野さん行きましょう。はい、私はちょっと難易度で1折り返し41747なんですけど、ちょっとずちゃんと見とけばよかったと思って。そうですね、微妙かもしれない。47以外が来るとそうですね、47以外だったらプラスにはなったそうですね、うん、めっちゃ勝ってるレースだったらいいんだけどね。あ、ミッドナイトの人がワイドはそんなに買ってないから。そうですね、うん、番組も河本さんのワイドぐらいですかね、うん、誕生日ワイド、うん、47ワイド絶対買う、1000ポイントで買われるんですけど、うん、全レース。あ、そうなんですね。でもたまに当たっても大体2倍とか3倍なんです、うん、大体ガミな感じです ね、 そうね。たま、本当たまに大きく帰ってきてる時あるので、まあ、プラマイで言うと、全体で言うと多分マイナスにはなってますけど、面白いですよね。でもそういうのも。47が470円、3連単473、700円となりました。やったー、はい、やったー、私は一応ガミってます。47買ってるので4700円。3連単がないですか。3連単も当たってますね、しおしさん。え、すごい、473すごくない。ダブルで当たってます。ダブルじゃないと多分ほとプラスにならないんだ。473買ってる、うん、すごい、やった、素晴らしい。100ポイントもっと買えばよかった。ありがとうございます。473だと7倍ぐらいですね。7倍ありますね。7倍、あと700ポイント、はい、ありがとうございます。でワイドが100円だったんだ。100円、500円だけだったので500円だけ戻ってきたんで、結局ガミです当たったけど。じゃあ、まあ、ウィンチケットさんからポイントもらえるから。そうですね、ポイントバックから。ポイントチケットからポイントバックもらえるから。でもお花が、お花がついた、よかった、花できましたさあなんか嬉しいですやっぱり。おしおちさんまだプラスですね。まだ、はい、死守してます。素晴らしい。コメントもお願いします。佐野さんが2つ目のお花がつきました。なんか食べ出したんですけど、福井さんも一旦せんべい食べるわ。ちょっと糖分をね、うん、すっげえ湿気てるなずっとスタジオに多分あれ、うん、すごい湿気てる。これおばあちゃんでも食べれんじゃないかな。すんごい、うん、しっとりしてる、うん、そうしよう。音はいいですけどね。音いいですよね。音はいいにゃ、歯応えは良くない、うん